フラワー通り？フラワーロード。何回間違えるんだ。よく頑張ったな。わしからも褒美をやろう。ヌー第15号を手に入れた。これが褒美。いやまあこの子にとっては褒美なのか。これはヌーではありませんか。ヒューヒュー、おじさんわかってる。喜んでもらえたようだな。それじゃあわしはこれで。冗談のつもりやったとかじゃないよね。やっただに。依頼完了だに。楽勝だっただに。どうしました？依頼言ったって、調子堂のおじさんが持ってきてくれた依頼じゃん。それってただのお手伝いというか、探偵としてはどうかと思うわけですよ。言われてみればそうだに。でも肝心の依頼が来ないだに。そうなんよね。多分なんだけどさ、ここに探偵事務所があるって気づいてもらえてないんだよね。宣伝は？気づかれなきゃ依頼も来ないっていうか、そういうのもあると思うわけですよ。それは一理あるだに。じゃあどうするだに？あれポスターとかなんか考えおらんかったっけ？気持ち悪いだに。さっさと答えを言うだに。バッチリ考えてあるんだな、これが。なになに？事務所のポスター。あれは予告やったけん、まだか。ポスター、それはいい考えだに。これを貼れば知名度アップ。依頼にも来てくれるはず。やるなに。早速貼りに行くだに。お待ちくださいな。お、なに？どうしたの？ポスターを貼るのであれば、町の人の許可がいるかと。そうなの？じゃあ、まずは許可をもらいに行くだに。どこに行けばいいだに？公民館に行ってみてはどうでしょう。詳しい人がいらっしゃると思いますよ。よし、公民館に出発。そっか、ちゃんとそういう許可がいるんやね。出発だに。まあ、じゃなかったらペタペタいろんなとこにポスター貼られても困るか。町の景観的なものが。桜住宅街の公民館。桜住宅街ね。おー、びっくりした。もう暗い上に雨が降りようんやけど。公民館、公民館。あ、あった。あれや、あれ。みんな結構出歩きよるね。あ、なんかすげえチカチカ鳴りよるけど。入れねえ。ここ。お、到着。夜は開いていないですって。ここまで来たのに。新しいお知らせを受信。なんかその辺で寝れんの。その辺で寝れんの。自分の家はどこ？近くやっけ？こっちの方？桜住宅、あ、あったあった、そよ風ヒルズ。よし。到着。あ、やっぱりロビーにおる人らとかもおらんなるんやね。あ、ほらほらほら、お兄さんももうちゃんと家に入れてもらっとるし。いつまでも玄関先におるわけじゃないんやね。お、弟かなんか、遊びよりやん、かわいい。閉まりますドアにご注意ください。プシュー、ゴンゴン、パタン。かわいいな、弟結構小さいんか。なんか、結構生意気なこと言うけど。違う違う違う、外に出たいんじゃないんだ。寝たいんだ、私は。そろそろ、じゃ、とりあえず朝まで寝よう。まだあんな小さな弟すら起きている時間帯に姉は寝だすっていう。お、ウサピオンは何？ウサピオンも寝に行ったんかな？妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。はい、おはよう。ああ、そうか。一日乗車券の有効期限が切れた。いいよ、別に。多少のお金ぐらい。さあ行くぞ。お、また。また締め出されとるね、お兄さん。まあ、あれか、締め出されとんじゃなくて、今から会社に行くとかかな。今から会社に行くんで、出て鍵を閉めよるところかもしれんね。そう思っとこう。また雨降りよるし、どんだけなん。なになに、ストーリー進めるまで雨は降り続けるとかそういうことじゃないよね。
い、到着。やったね。雨の日は空いてませんとかないよね。おし、んで、あ、ここ?あ、この人や。誰?ちょっといいですか?こんにちは。管理人さんか。どうぞ、そこの椅子に座ってね。はい。失礼します。公民館ってなんかこういう普通の住宅みたいな感じよね。それで、どうしたのかな?自分で作ったポスターを街に貼りたいんですけど、うんうん、どれどれ、見せてもらってもいいかな?うさぴょんがちょこちょこちょこって動きよるの、かわいい。よく描けてるね。探偵事務所か。って、探偵?君がやってるの?はい、うんうん、子供探偵か、懐かしいな。いやー、僕も子供の頃はよく探偵ごっことかしたものだよ。ごっこって言われよりよ。え、これは取り合ってもらえるの?ちょっと待ってね。よっと。はい、ハンコを押して完成だよ。え?早っ。不思議探偵者ポスターを5個手に入れた。何?子供の遊びに街で付き合ってやるかーって感じ?ありがとうございます。小さな探偵さん、頑張ってね。なぜ許可された?やったね、うさぴょん。でも、どこに貼るだに?そこも抜かりはないのだよ。まず、用意したポスターは5枚。5枚、少ないだに。あんまり時間なかったからね。でも、人がたくさん来る場所に貼れば、みんなに見てもらえるはず。ちゃんとどこに貼るか、地図に書き込んできたんだから。おー、よくやっただに。ポスター貼りの地図を手に入れた。次にどこに貼るか悩んでも、地図を見れば安心だに。大事なものだから大切に持っておかないとね。で、なに?地図。てか、あれかな?表示されるんかな?いや、全くナビはされない。ということは、持ち物。で?これか。不思議探偵所の依頼募集用ポスターを貼らせてもらえそうな場所。博物館、神社、駅、銭湯、フラワーロード。フラワーロードってどこだ。じゃあとりあえず一番遠そうなそのフラワーロードから行ってみようか。フラワーロードっていうぐらいやけん、花屋さんの近くってことかな。え、花屋さんそこだし。え、すぐそこにあるし、花屋さん。ということだよ。じゃあ全然違うってことか。普通に通りの名前。ん?あそこなんか妖怪おることない?ねえ、おるよね、なんか。ちょ、待って。見に行ってみよう。妖怪。お?これは?にゃんぱち先生、一瞬ジバニャンかと思ったやん。にゃんですか?川を眺めていると心が落ち着くですにゃー。君、にゃんのパーツのチケットを手に入れたら持ってきてほしいにゃん。チケットと交換に、にゃんなパーツを君に授けるにゃん。うつぼつ交換は経済の原点でもあるにゃん。にゃんなパーツやってかわいい。あ、なるほど。にゃんぱち先生はもう常にここにいるんだね。こんな雨の日まで釣りをしているのか。よし。んで、フラワー通りやっけ。フラワー通りっていうのは?何あの鳥海底ってなんか鍵ついとるよ。フラワー通りっていうのが乗っとんかな?いや、乗ってないっすけど。え、特に乗ってないっすけど、ちょっと待って。フラワー通り、フラワー、どこよ?なくね?ボロ屋敷。ん?なんか鍵ついてるとこいっぱいある。あ、もしかしてウォッチランクが高くなったら開ける場所とかそういうやつか。え、フラワー通りとかなくね?ちょっと待って、もう一回。だんだん坂じゃなかったっけ?だんだん坂じゃなかったとしたら、私すげえ無駄なことを。どこなの?あ、待って、これあれじゃね?私本当に無駄なことしてない?花屋の近くかなって思いよったけど、別にだんだん坂まで混んでも普通に花屋のとこやったやねん。ねえ。こっちのさ。じゃあ桜住宅街だけで全部、
できるってことかな。何あれ、ゴミ箱のマーク？え、ゴミ箱のマークがわざわざあるってことはゴミちゃんと捨てれるってこと？なんか入れそう。ほら、この辺ってことか。花屋さんに言ったらいいんかな。違う？いや、花屋さんに言えねえし。何？どうすればいいんだろう。なんかちゃんと目的地マークみたいなの出るんかな。桜住宅街。いや、桜住宅街はいいんだよ。フラワー通り。え、なくない？え、やっぱりなくない？ないよね。どこなの？え、なに？なんなの？この辺になんか人がおるとかそういうことでもない。パン屋の交差点。待って、こうやって通っていきよったらさ、フラワー通り、春風通りなんだけど。どこフラワー通り？フラワー通りやったっけ？フラワーロードか。フラワーロード。この辺じゃないの？そこにおる人とか？あ、なんか。スーパークロミツを手に入れた。スーパークロミツってああいう風になんか、マークがついとんよね。この辺？違うよね。河川敷だし、ここ。え、何？わからぬ。三角通り、春風通り。この近く？春風通り。どこっすか？フラワー通りどこっすか？フラワー通り？フラワーロード。何回間違えるんだ。え、マジないんだけど。この辺？いや、違うな。え、どこどこどこ？フラワーロード。フラワーロード。銭湯の左下。神社があそこ。とりあえず分かっとる神社に行こっか。神社に先に行って、で、そっから銭湯へ行こう。え、てか、ここの地区に銭湯なくね？え、ってことはやっぱり段々坂やん。なんだそれ、どんだけだよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。